CC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 CC の代表の篠崎です。今日は売れる美容師についてお話ししたいと思います。どういう要素があれば売れる美容師になれるのかという話なんですけれども、いくつか、要素があります。まず大前提にあるのは、その人の人間としてのパフォーマンスっていうのは、まあ、ある程度こうあると思うんですね。例えばですけど、友達がたくさんいる人、すぐに人と仲良くなれる人、こういった人の方がやはり売れる美容師になれる確率は高いんじゃないかなと思うんですね。ただ安心してください。人見知りだったり、あまりこう友達が多くなくても、全然問題ないと思います。美容師として成功するための要素、大きく分けて2つあると思います。1つは技術的に上手なこと。この技術的に上手なことというのがものすごく難しいんですけども、何が難しいかっていうと、美容師がスタイリストになるために練習する、ウィッグっていうんですけど、ああいうのありますよね。ああいうのがうまく切れるとか、すごいこうまっすぐに切るのがうまいとか、そういうことではないんですよ。何が上手かっていうと、一般の方が感じる上手ということなので、例えば髪の毛多い人、髪の毛少ない人、髪の毛長い人、髪の毛短い人、くせ毛の人、くせ毛じゃない人、いろんな多方面に対してマッチングできる技術があるかどうかっていうことなんですね。例えばなんですが、私は軽くしたい、軽くしたいのに私は軽くしたくないっていう美容師とはマッチングが悪いわけです。同じように、私は伸ばしたいんだけれども、伸ばすのが下手くそな美容師さんとはマッチングが良くないわけです。こういうですね、ある程度こういろんなところにこうマッチングをしていく必要があるんですね。なので、髪の毛少なくて、ロングの人からも、上手だね、髪の毛多くてショートの方からも上手だね、いろんな方にこうマッチングしていくこと、これが、技術がうまいっていう、こう一般の方から見た技術がうまいということだと思うんですね。これはね、正直言って経験とかいろんなところでこう積み上がっていくものだと思うので、例えばこう人形の頭を一生懸命で練習してうまくなったのとはまたちょっと別の上手ということになると思います。それからですね、上手に思わせるっていう、こう営業も大切だと思うんですね。例えば素晴らしい技術をやったりとか、その人にとってこれをやったらすごくいいっていうことをやっているのに、それをですね、お伝えできなければ、それをやってるかどうかっていうのは分からないことであり、そういうこうプロデュース力とかそういったのもすごく大事だと思うんですけども、大きく含めていろんな方にマッチングできる技術力があるということが、技術があるっていうところだと思います。そしてもう一個は、先ほどもこういろんな人にマッチングできるっていうふうに言ったんですけども、同じようなところなんですけど、人としていろんな人にマッチングできるかどうかということも大切な要素だと思うんですね。これはですね、例えば私は若くて綺麗な女の子が好きです、だから若くて綺麗な女の子には気合い入れますとかっていう美容師が売れるわけがないですよ。いろんな人がいます。おばあちゃん、お子さん、あまり話さない人、すごく話す人、そういう、いろんな人がいるんですね。で、昔はですけど、集客とかもすごくできた時代であれば、俺はあんまり話したくないから、話さない人がお客さんでつくからあんまり話したくないみたいな美容師も成功したと思いますけど、今はですね、新規で来るお客様の絶対数っていうのが少なくなってるんですよ。ですので、ある程度いろんな方に合わせられる人間力というか、こういったものがすごく大切になってくると思います。同じように最初に言ったように、人間としてのパフォーマンスっていうところにもつながってくると思うんですね。例えばなんですけど、あの人持ってるとか、なんか言うじゃないですか、あの人なんか持ってるよねみたいな。でも僕
分みたいにこう持ってない人間から言うと、そのじゃあどうやったらモテんのって言われてもモテないんですよね。そのなんかやりそうだなとか、モテるっていうのはあの女性の人からモテるとかじゃなくて、なんかあの人やりそうだなとか、なんかそういうものですね、オーラがあるとか。オーラがあるかないかっていうと、まあね、ある人っていうのはもう有名人じゃなくてもオーラがあるじゃないですか。そういったところを、まあ、そんなにオーラがない人がね、そういう風になれるかっていうとなかなか難しいと思うんですね。人間としてのパフォーマンスっていうところで言えば、やはりそういうこうオーラがあったりとか、そういった方のが人がつくっていうかね、売れる美容師になるこう可能性は秘めてはいますが、みんながみんなそういうわけじゃないから、いろんなところにこうマッチングできる技術力、経験値っていうのを上げていくっていうことと、いろんな人に対応できる、人間力、よくね、まあ、接客接遇とか言いますけど、そういう決められたことじゃなくて、いろんな人に合わされる人間力ですね、こういったものをですねつけていけば必ず売れる美容師になれると思います。特になぜこういう話をしたかっていうと、美容室っていうのがすごく二極化してるんですよ。二極化っていうのはですね、しっかりお客さんと向き合ってやっていこうっていう美容室と、お安くて、人数をいっぱいこなして、やっていこうっていう美容室とこう二極化してるんですね。ちょっとお安いところと、お安くて人数をこなしてあげようっていうところと、こう二極化してるから、美容師のレベルというのもものすごく二極化してるんですよ。だからものすごい上手い美容師さんもたくさんいるし、よっぽどこうどうすんのっていう人もいるんです。正直自分が美容師として、成功しようと思えば、まあ、こういうちょっとこう薄利多売のとこじゃなくて、しっかり人とお客さんとして、接してくるところで自分の技術力、接客力、人間力っていうのを上げてい、くのがいいのではないかなと思うんですよね。でどんどんこう二極化してるから、どんどん差がついてるから、しっかりやった人はしっかりやった人で必ず、道が開ける、必ず売れる美容師になれると思います。難しかったですかね。まあ、あの学生さんとか結構ご覧になられてて、若い美容師さんも結構ご覧になられてるので、まあ、参考までにお伝えしました。あとですね、あの売れるための売れる美容師になるために一つですね、これは絶対に忘れてはいけないっていうことがねあるんですよ。それはですね、自分の持っている技術をお客様に提供するこうギリギリの時間でやってほしいんですね。要するに早くやるってことです。今まで二十数年間たくさんの売れてる美容師さんを見てきましたけども、残念ながら技術がゆっくりしてる人は一人もいないです。もちろんですよね、たくさんのお客様を、お客様にいい技術を提供しようと思えば技術は早くなります。技術力が高い低いとかもちろん関係あります。早くやるっていうのは、早くやって上手っていうのは技術力が高いんですよ。だから、美容師で売れてる人は早いです。そして技術力があります。これは間違いないです。そういうところで参考になりましたでしょうか。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を込めてしっかりお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではこの辺で失礼します。さようなら。